こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。テスラからも見限られ、世界中各地で大炎上している韓国製バッテリーですが、パナソニックの新型バッテリー発表をし、テスラに納品が決定し、韓国が完全に敗北したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本の電気自動車バッテリー会社パナソニックが、電気自動車の走行距離を 20% まで伸ばせる次世代リチウムイオンバッテリー4680を来年から本格的に量産すると日経新聞が報じた。パナソニックは業界最高水準の効率性を備えたとされるこのバッテリーをテスラに優先的に供給し、テスラパナソニック同盟を強化するものとみられる。米自動車メーカービッグスリー GM、フォード、アトランティスと同盟を結んだ韓国のバッテリーメーカーと直接対決する様相だ。パナソニックが量産するバッテリーは従来の円筒形バッテリーサイズを拡大したもので、横 46mm、高さ 80mm であることから4680と呼ばれている。電気自動車の走行距離を従来より 15-20% 伸ばすことができ、テスラモデル S に搭載した場合、1回の充電後走行距離が 650km-750km に増える。パナソニックは800億円を投資し、日本の和歌山県工場を増設、3月に試験生産した後、来年車15万台分のバッテリーを量産する計画だ。パナソニックはテスラと14年、米ネバダにバッテリー合弁工場を建てるなど初期事業に参加し、米国で販売されるテスラ電気自動車のバッテリーをほぼ全量供給している。これを受け、パナソニックは米電気車市場を初期に先取りし、高級電気車搭載製品というイメージも構築した。特にテスラは意欲的に準備中の最初の電気トラック、サイバートラックに4680バッテリーを搭載するという計画で、パナソニックの米国内での立地が一層強くなるものとみられる。LG、エネルギーソリューションやサムスン SDI など、国内メーカーもテスラに供給するため4680開発に乗り出しているが、まだ量産計画は知られていない。バッテリー業界関係者は、パナソニックが4680を先制的に開発してテスラと同盟を強化するとし、テスラを主な顧客とするパナソニック、電動自動車メーカーと手を組んだ韓国のバッテリーメーカー間の熾烈な韓日対決も予想されると述べた。それではネットの反応です。今韓国が台湾よりできない状況だって知ってるよね。韓国は日本よりも腐敗しており、日本よりも研究分析に関心がない。パナソニックはすごい。パナソニックのバッテリーが発展しましたね。韓国のバッテリーメーカーはもっと発展することを希望しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。